どうもガポニです。今回は仲間を2段階目まで強化する方法についてです。それでは早速いきましょう。仲間の強化自体はフランクリ教授の左の家レアールの館でできます。方法はこの水晶越しに話しかけて、で各ステージで回収できるアイテム社員を3つ使うことでランクアップできるというものになってます。ランクを上げると HP と攻撃力が上昇する上に新しい技も使えるようになるので、耐久力と戦略の幅が広がるといった感じになってますね。このランクアップは2段階目まで実行することができます。でこの2段階アップの条件が2つありまして、1つはストーリーを進めてステージ5までクリアするというものになってます。ステージ5までクリアした後にレアールの家に行くと、外にレアールが出ているので話しかけることで2段階ランクアップに必要となるアイテムの場所のヒントを教えてもらうことができます。で2つ目の条件というのが、このヒントになっているアイテムの入手になります。このアイテムがどこにあるかというと、ゴンババ城になります。具体的な場所はゴンババ城に入ってひたすら右に移動した場所になるので、実際に移動します。でここまで来ると右の壁にひびが入っているので、ここでバレルのフィールドアクションを使うことで隣の部屋に入ることができますと。でここにある青スイッチを叩くと宝箱が出てくるので、この宝箱から上向き矢印というアイテムを手に入れることができます。これがね、2つ目の条件となるアイテムというわけですね。この後はデアールの家まで戻って、で話しかけると会話イベントが発生しまして、終わった後にランクを2段階目まで実行できるようになります。ただランク2段階目においても社員が3つ必要なので、強化を実行する場合は1段階目と同じように社員を集めてくる必要はあります。マリオのレベルアップの能力強化と仲間のランクは一度上げたら変更できないといったものではなくて、後で調整することもできます。ただ調整ができるようになるには、これもステージ5をクリアした後となるので、まだ未クリア状態の場合は先にストーリーを進める必要がありますね。その上でやり方ですが、フランクリ教授の前の土管から地下に移動しまして、でこの左のひびが入った壁にバレルのフィールドアクションを使います。そうすると土管が出てくるので、ここに入ると奥に移動することができますと。でこの家に入ると中にレベーラというキャラがいるので、水晶越しに話しかけると39コインを支払うことで能力の調整ができます。最初にね、マリオの上げたい能力あるいはランクを上げたい仲間を選びまして、でその後に下げたい能力あるいはランクを下げたい仲間を選んで実行するといった感じになってます。注意点としては、1回調整するごとに39コイン必要となる点ですね。まああまり利用することはないかと思いますが、一応後から調整できるようにはなってます。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。